お疲れ様です。2020年4月20日、国民民主党国会対策委員長会談を行わせていただきます。国対委員長の原口です。奥野外交とともに、会見をいたします。まずですね、今日は本来であれば、補正予算が提出されて、本会議で財政演説と質疑が行われる予定でございました。しかし、皆さんご案内のとおり、提出直前に政府自らが最重要項目を組み替えるという前代未聞の迷走を演じたわけであります。この時間のないときにこういうことをやる、しかも金曜日の総理入り厚労委員会の質疑をお聞きになったとおりですね、この一律10万円というのは3ヶ月かかると、だからこの方式は取らないんだということを総理は何回も答弁をされていたんですが、じゃあそれがいつ変わったんですかという立国者のですね、山野井代議士の質問に対して、一昨日ですと、一昨日の夜ですと、つまり、公明党の山口委員長に会って、そこで、3ヶ月かかるものがですね、短くなることを知ったと、そういう、どれぐらい短くなるんでしょうか。もう今日だけでも1週間伸びてるわけで、実際に予算書をですね、印刷をしたり、さまざまなロークを考えても、それから今の緊急事態を考えても、そしてこともあろうに、13に拡大をするということだったと思うんですけども、それを全国に広げると、これは戦々の無意味な拡大に当たるんではないかと、非常に危惧をしています。その上ですね、実際にあれもできます、これもできますと言っていますが、我が党の岡本議員の質問に対して、全体で今までどれぐらいの支援がどの項目であったんですかという問いに対して全く答えられませんでした。そして具体的に項目を挙げるとですね、6、8件とか、何十万という額でですね、国民の皆さんがいかに辛い思いをされているのか、そしてアベノマスクに至っては虫が混入してたり汚れがあったりと、全くその国民が欲してもないものを渡し、そして動画でですね、星野源さんですか、その断りもなく動画を流すと、本当にですね、ちょっと軌道を外れておられるんじゃないかというふうに思います。国民の不信感は非常に高くて、他国のですね、この新型コロナに対する対策に、このアジアの各国、台湾とか韓国は支持が高まっているのに対して、日本は先進国の中で、非常に国民の不安と不満が強いと、これを当初から言ってます。早期発見、早期治療、そして早期隔離、これしかないんです。今、多くの方々がですね、院内感染に苦しんでおられます。特にこの土日はたくさんの医療関係者の方からメッセージをいただきました。もう怖いと。そして自分たちは最前線に立ってるけど、労災申請したけども、どっから感染経路が不明だから労災も下りないと。私たちはどうなるんでしょうかという話でありました。この検査を忌避してきたことがですね、いまだもって日本全体で今日この4月20日にどれだけの検査がされて、どれだけの方が陽性かということはですね、わからない。こんなことがあるからだ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 ら自粛を続けている。この状況を変えていかなきゃいけないというふうに思います。先ほども玉木代表ともお話をしました。いくつか非常に困っておられる方々、例えば今申し上げた医療支援、これをですね、政府は地方創生交付金という1兆円でなんとかするんだとか言ってますけど、そんなお金でできるわけないじゃないですか。最低でも国防費と同じぐらいの費用をかけて、そして一括交付金にして、新型コロナ対策一括交付金にして、各都道府県で自由に、例えば待機をする施設の借り上げであるとか、病院、医療関係者の手当であるとか、あるいはさまざまな給付、補償であるとか、
そういったものに使っていただけるような自由なお金を作っていきたいというふうに思いますし、皆さん、ぜひですね、私たちは検査法案をもうすでに出しています。彼らが、この彼らというのは安倍政権ですけれども、新インフル特措法を1月に適用しておけば、マスク不足、防護服不足なんていうことはなかったはずです。彼らが出してきたのとタイミングを同じにして、私たちは検査法案を出しています。ぜひこの検査法案を通してほしい。それから他国のですね、孫正義さんがツイートしてましたけれども、アルコールやいろんなものを入れたいんだけども、その規制で時間がかかると、これのですね、特例承認の法律も私たち国民民主党で今、用意をしています。そして家賃補助ですね、この家賃補助をできるように、これも先週、立国者だけではなくて、他の党にもお願いをしてですね、ぜひこれを実現させたい。そして最後ですけれども、学生さんですね、今、この学生は、都会におられる方々は、アルバイト先も閉鎖をされて、学校も閉鎖をして、そしてじゃあ、ふるさとには帰ってくるなと、感染を拡大するからと、もう途方に暮れている状況であります。私、足長育英会にもですね、寄付をということを呼びかけていますけれども、交通維持の方々、多くの方々、非常に厳しい状況の中で、学生生活を送られているので、先ほど玉木代表とですね、ここのところの支援の策を、この後の国対政調の会議の中で、しっかりと議論をするようにという指示をいただいていることを申し上げます。そして、中小事業者の倒産を防ぐために、これ、緊縮でやってたらもう絶対ダメです。この新型コロナに対するですね、対応が後手後手でずっと増え続けている日本だけです。これ終わった後にもう本当にその中小企業の倒産の山、失業の山、そうすると次の発射台、日本ははるか後ろから、はるか下からですね、高みを目指していかなきゃいけない。そんなことは絶対にあっちゃならないというふうに思います。家賃の猶予法案の話をしましたけれども、自粛と補償をセットでということをですね、ぜひまだ閣議決定されておらないようでございますんで、お願いをしたいということでございます。それから、自民党の河井案里議員の陣営による選挙違反事件の初公判で、起訴された公設秘書が起訴内容を認めたということで、河井夫妻の説明責任がますます問われる事態となりました。で、これはですね、1億5000万円を党本部が渡しているわけです。で、この渡したお金をどのように使ったのか、これ、党ぐるみの買収なのか、それとも政治活動なのか、そのところをですね、きっちりと河井議員は説明しなければいけないというふうに思います。こうした状況を、これ、河井議員だけではなくてですね、秋本議員もそうですし、それから、菅原議員もそうであります。誰一人として会見を開かず、誰一人として説明をしないという、この自民党のですね、体質を改めるべきだというふうに思います。私の方からは以上です。いや、特にございません。はい、ではご質問を受けします。ご質問の際は社名とお名前からお願いします。はい、どうぞ。NHK の宮里です。はい、給付金の件について改めて伺います。はい、この一律10万円となった、まあ、もともと野党は一つでもあると思いますが、はい、これを、まあ、やるといったことと、これまでの経緯を含めてですね、今回の判断、どう評価されるかということと、合わせて今回30万円の方の政策が取り下げということになっていますが、これはこれで維持すべきだという意見もありますが、これについてどう思いますか。はい、この2つはですね、まず後ろの方からお答えしますと、性質が違いますね。後ろの30万円の方は、所得が激減した人に対する補償であります。で、それが一律10万円、この10万円は自粛をされていて、すべての国民が生活がままならないと。で、お一人お一人の申請なんていうことを麻生大臣が言ってますけども、そんなことやってたら時間かかってしょうがない。自粛の意味がないわけですよ。8割接触を減らすと、専門家会議の
先生がおっしゃってますね。で、そのためにも、やはり家にいながら生活に困らないっていうのが10万円。だから私たちはその両方が必要だということを言ってきたわけです。で、どういうわけか、片っぽが消えて、そして一律10万円についても、これ、一律ではなくて、手上げ方式だと麻生大臣が言っているんで、これ、本当にどうかしたんじゃないかと思います。あれほどその3ヶ月かかるから、私たちが言ってる案は、現実的でないって言ってたものがですね、公明党の山口委員長から言われたら、1日でひっくり返るっていうのは、一体どこにその根拠があるんだろうかと、これが一つです。だからこの自分たちが閣議決定をしたものをひっくり返すということの、このなんていうのかな、もう言葉にならないですね。閣議決定して、早く届けるって言ったものをですね、ひっくり返したっていうこと、これはもう、憲政の中の汚点以外の何物でもないと思います。で、その上に、今度はいつなんですかっていう話ですね。いつなんですかと。夏ですか、秋ですかと。そして誰にですかと。それ全くわからないわけで、私はこれこそ、右往左往っていう言葉がありますけども、それにぴったりなんではないか。だからこういうことをするから、私はもう1ヶ月半ぐらい前になりますが、総理にクライシスマネジメントの核を作ってくださいと。これ単に、医療的なケア、命を守ったり、あるいは健康を守るというのはこれ大事ですけども、それだけを見ていたんではダメだから、エネルギーや、あるいは国防や、金融や、生活や、物流や、さまざまな全般にわたるクライシスマネジメントチームを作ってくださいというお願いをして、まあ、それっきりになってるんです。総理はああいう方ですから、分かりました、聞きますよとおっしゃってくださった。だけども、今の今まで、誰が司令塔で、どこに戦略があるのかが全く分からない、むしろ他国の世界標準の検査もせず、世界標準の保障もせず、給付もせず、これほどの大国がですね、右往左往しているという状況を、私はその国民の命に対する、まあ、本当にその軽視とも取れるような、もちろんやってる人たちは守ろうと思ってやってますよ。だけども結果がすべてですから、今日も亡くなっている方がおられますよね。本当に私はこの評価とすると、マイナス100点だと思います。私たちが言ってきたことの半分をつまみ食いしただけですからね。はい。速やかに一律に10万円給付を急ぐべきだというお考えでしょうか。もちろんそうです。それはずっと言い続けてます。なんとなれば緊急事態だからです。では、各社の方どうぞ。どうぞ。後ろの方どうぞ。こっちからです。こうやる。はい。10万円一律給付というのはスピード感を重視してということでおっしゃったと思います。それに対して安倍総理はその10万円一律給付する理由について国民の一体感連帯感みたいなことをおっしゃってますけど、これについてはどのように思いますか。国民の一体感連帯感がどうして急に出てくるのかがわからないですねだってそれまでは否定してたわけでしょ。だからこういうことをおっしゃるから言葉がね軽くなるんだと思います。本来はやりたくなかったんでしょ。連立を離脱だとか報道されてましたけども、政治的理由でお決めになった、連帯のためにお決めになったとは誰も思ってないんじゃないでしょうか。どうぞ。フランス店のウイカと申します。 PCR 検査の全員すべきだというご意見でしたけども、一方で医療崩壊で受け入れ先がなかなか見つからないという状況がありますが、この受け入れ先はどのようにして確保していくべきだとお考えでしょうか。そうですね、検査をすれば医療崩壊するというのは全く間違いだと思います。アメリカは480万件やってますよね、今日まで。それでその検査によって医療崩壊はしていないわけです。このCOVID-19 は無症状の方からも感染をする、
そしてその自身が熱が出たら感染してるんじゃないかと疑っていろんなところを渡り歩く重複受診、これでもって感染が広がっていると思いますね。だからまずは検査をして、そして熱外来、発熱外来や、コロナ外来に、新型コロナ外来に行っていただいて、そこで軽症の方、それから重症の方、それを振り分ければいいわけで、韓国や台湾がやったことと同じことをやれば、私たちの医療施設、ただこれ新自由主義でずいぶん傷んでますから、ずいぶん傷んでるんで、早くその軽症者の施設を借り上げ、もうやっと東京都がやり始めましたけども、それとあとは大学病院ですね、さまざまなマンパワーを集めなければ、これは医療崩壊の前に医療従事者の院内感染、これを起こしてしまって、そして医療従事者そのものが医療に携われなくなる、東京でいうと、都立墨東病院、前々回の会見の時も申し上げましたけれども、日本に冠たる病院ですよ。その病院が外来や手術を諦めなければいけないというのはどれほどのことかということをですね、政府の人たち、あるいは東京都の人たちには考えていただきたい。都立墨東病院にどれだけの支援をしたのか、その従事者の方々にどれだけの支援をしたのか、口では言ってるけども、本当に見放してるんじゃないかという声を、この土日でたくさんいただきました。どうぞ、後ろの方。フリーのことはじめですけれども、静岡4区補選についてですね、今おっしゃったアベノマスクとか、手厚い保障がセットでない安倍政権の新型コロナ対応の是非を問うのが、最大の争点というか、争点にするお考えがあるのかということと、もう一つ田中健候補はですね、消費減税も訴えてて、ちょっと山本太郎代表がこれまで障害にしてた野党選挙協力のですね、消費税 5% 減税をクリアしている候補なので、改めて山本太郎代表にですね、支援をお願いするというような動きを考えはあるのかどうか、2点についてお伺いしています。1点目はですね、イエスです。もちろんこの安倍内閣のこの対応についての是非、これは大きな争点になるというふうに思います。それから2点目の消費税減税、これは私自身もずっと言ってきました。消費税っていうのは雇用に対する罰則税制ですね。これほどひどい状況の中において、そして世界のバランスシートがもう大きく崩れる中で、世界の中央銀行のバランスシートもものすごく膨れ上がってますね。でその時に日本だけが増税をし、日本だけがこのような緊縮をやるっていうのは、もうとんでもないことだと考えています。したがって、そういう減税ということに、減税というか、消費税を廃止、もしくは減税するっていう主張は、これからメインストリームになるだろうし、ならなきゃいかんというふうに考えています。山本太郎さんについては、私自身も彼のタウンミーティングや、いろんなところを支援をしてきました。今は新型でやられていませんけれども、非常に注目をしています。野党の統一候補、応援をしてくださればというふうに思いますが、それは私、国対委員長の立場として申し上げることではなくて、選対と相談をすることだというふうに考えています。どうぞ。すみません、読売新聞の安野です。はい。1問目の質問の確認なんですけど、はい。原口代表は、30万円の世帯の給付は、維持すべきとお考えならば、これなくすべきとお考えならば、はい、これ30万円という額や、やり方がいいかは別にして、この趣旨の激減した人に対するセーフティーネット、これは必要だと考えています。よろしいでしょうか。維持するべきだということですね。ただ、やり方では、窓口がパンクしますからね。窓口に来ていくら減ったか証明しろと言っていますから、でそれはやり方では無理だと思っています。どうぞ。毎日新聞だけ党の方で野党のモラトリアムとか、はい、検討されていると思うんですけど、現状の見通しはどうですか。そうですね、今日の国対政調合同会議でも議題にして形にするということで、先週も私もいろんな党に説明とお願いに行きましたんで、
ぜひ実現したいし、党を超えてですね、与党の皆さんも賛成してほしい。3つの法案、1つは、先ほど申し上げた特例承認の法案、それから検査の法案、それからこの家賃のモラトリアム法案、この3つの法案はぜひ特出ししてもですね、賛成をしていただければというふうに思っています。早期に実現したいと思います。どうぞ。共同通信の中でですね、補正予算に関してなんですけれども、本日ですね、8兆8000億円を積みまして確実に取り上げる込みになるという報道がありまして、10万円の寄付の給付が、実現する運びになったことも含めて、それを言い続けてきた国民民主党としてはどういうふうに。さっきの冒頭の質問とよく似ていますけれども、言い続けてきたことが実現するということはいいことだと思います。しかし、ここまで時間をかける意味があるだろうかと。例えばですね、先ほど冒頭申し上げましたけれども、今日が補正予算の、本会議質疑日だったわけです。そのまま出して、私たちが言う組み替えを受け入れば、1週間早くできますよね。どうしてそれやらないんですかね。メンツのためですか。メンツより命が大事でしょ。メンツより生活が大事ですよね。しかもこれ、いつ配ることができるのかさえわからない。財務大臣が手上げ方式だと、彼のお金じゃないですからね。勘違いしてもらったら困るなと思っております。実現したことは当然であるし、さらにこれ伸びればですね、また次もやんなきゃいけないものだと考えています。一回こっきりのものではないだろうと。この緊急事態が5月6日っていうふうに言ってますよね。ところが今の数字の伸び方見ると、とても楽観できない状況なので、全体を考えながらやんなきゃいけないし、これお金もですけども、食料エネルギーも、ちょうど100年前何が起きたかというと、そのパンデミックの後に社会が分断されて、そして食料エネルギーの囲い込みが起きましたね。飢えてエネルギーも使えない、そして戦争に向かうわけですね。そういったことも含めて手当てをしておくべきだと考えています。どうぞ。PCR 検査を受けたい人が受けられないというのは、どのあたりの病院であるんですか。どのあたりの病院っていうと、その自分のかかりつけ医がPCR 検査が必要だと判断しても 95%、96% の方々が跳ねられている。それは各病院でのかかりつけ医のところで起きていることだと思っています。という人は、その人たちはですね、熱があるとかそういったことで言ってるわけですか。それは様々だと思います。ただ医師の判断において、医師が判断をして保健所がアイロンになって受けられないと、そういう厚労省の答弁ですね。それでなんですけども、PCR を受けられなかった、あるいはPCR を受けて陽性だという人が分かって、それで入院ができたとしますけども、日本国において新型コロナでお亡くなりになった人というのはすごく少ないんですよね。これをどう判断しますか。すごく少ないっていうふうには思っていません。79人、80人っていう数は、それはお一人お一人の命のを、その相対的な感染の3000人ですからね。今東京だけで3000人、それから1万人近い方が感染をしてですね。いや、フランスやスペイン、イタリアに比べてとても少ない。その各々の国の人口というのは、6000万、7000万、日本の半分ぐらいですよね。だからそれは最初におっしゃった検査をしていないから。今日も警視庁が言ってますよね。
原因不明で亡くなっている、バタッと倒れて亡くなる、検査をしてみたら新型であったと、カウントされない人たちが多いんだろうと思います。日本だけがこの新型コロナウイルスに対して、死亡率が極端に低いということは、その数字は本当に信じていいのかというのは私は疑問に思っています。そうしますとですね、この新型コロナで、例えば行き倒れの人とかですね、同居老人がお亡くなりになった場合ですね、これ感染力が非常に強いわけですよね。そうしたらですね、ここで調べるということをしないとですね、例えばそこに行った警察官、それから医師、それから看護師関係の方、それからですね、その方たちも、霊柩車に乗せられて火葬場に行くわけですけども、その方たちがですね、これは何ですかということを聞くと思うんですけども、そういったことはごまかしているとでも言うんでしょうか。いや、ごまかしているかどうかわかんないけども、それは感染力が強いし、防護をしっかりしなきゃいけないことだと思っています。厚労省からもらった、防護に関するその注意にもですね、今おっしゃったところが書いてあります。ですから、そこらをやっても、ですね、はっきり言って、フランス、イタリア、スペインには全然及ばないですね。ちょっと質問の意味がよくわかんないんですけど、及ばないっていうのはどういう意味ですか。数。つまりその亡くなっている人が少ないっておっしゃりたいわけですか。そうです、そうです。死亡率が低いと、はいはいはい、それでその死亡率が低いから検査を、その結論は何ですか。それをどう思いますかというんです。それはいろんな原因があるんだろうと思います。一つは今私が申し上げたようなカウントされない部分、それからもう一つは医療体制が非常に整備をされていて高度な医療を受けているというところ、まだ最初の方は余裕がありましたから。それから各国の論文を見てみると、日本株 BCG の日本株が死亡率を下げてるんではないかという話もありますが、その辺は私には分かりません。どうぞ。少しすいません、大きく原子療法とはセーフティーネットを実施すべきだという話についてお伺いしてお伺いしますが、下巻であればですね、収束するまで、月額3万円全員に支給すべきだという考えをお持ちなんですけど、一方でですね、やはり問題なのは去年の収入が運命ではなくて、今急に収入が減った人とか亡くなった人というのをどういうふうに救済するのかというのが収束の見通しのない中ですね、非常に重要だと思うんですが、そういう人たちは収入がいきなりなくなった場合にすぐに証明することが不可能で、いきなり放り出されたような感じになって、多分そういう人たちが不正規の方とかそういったところで増えるんじゃないかなと思うんですけど、こういう人たちのセーフティーネットっていうのはどういうふうに、セーフティーネットって言いますか、生活保障っていうのは、最低限の生活保障っていうのはどういうふうに行うべきだと思いますか。それを今おっしゃった玉木代表が言ってる、ベーシックインカム的な保障になると思います。それは例えばフリーの方でも毎月平均して給与があるわけじゃないですよね。あるいは年の中に、例えばこの4月が旅館業やいろんなところでも一番たくさんのお金が来ます。あるいは花の方々もそうですね。だからそういったことからすると、ベーシックな玉木代表が言ってるように最低限の生活を支える、そのための雇用調整助成金を使ったり、あるいはベーシックインカムという形を実現するというのが現実的だと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。フリーの横田はじめですけれども、武漢ウイルス研究所が発生源ではないかという疑惑の報道を春木先生のツイートをされてみたんですけれども、これ紹介された狙い目的をお聞きしたいのと、それに関連して人工的に作られたウイルスだとすれば、はるかに普通の並みの新型インフルエンザ等よりも危険だということは、明らかだと思うので、こういう情報をもし日本政府が事前に把握していれば、小栗さんとか脇田さん、星谷さんが楽観的な見方を最当初流したようなことはしなかったんじゃないかなという気がするんですが。
1点目はトランプ大統領、同盟国のトランプ大統領が言及をされているので、メモ代わりに追悼しました。メモ代わりっていうのは、そのこの時点でこういうことを大統領が言ったと。で、P4 施設はそんなにたくさんあるわけじゃないですよね。そして、2018年にはこの P4 施設の、管理が非常にずさんであるっていう公電が出ています。で、それは私たちも1月の時点で知っていました。そしてその2月の1日にこれはウィズドローだから、なんて言うんだろう、取り下げられましたけども、インド工科大学がですね、この新型ウイルスの中に4つの異なるその病気のタンパク質が入ってるんじゃないかっていうことを、まあ、2月1日には取り下げてますから、論文としてはもうないわけですけども、同種のことがいろんなところで言われてきている。で、そしてそのこの新型に効く薬がですね、アビガンであるとか、つまりエボラ出血熱とか、あるいはマラリアとかエイズに効く薬がこの新型を抑える薬だということが一般的に言われ始めているということは、あそこにそのタンパク質が4つ入っているという、そのタンパク質と同じ薬が効いているんだなと。これはもう偶然なんだろうけども、よくできた偶然ではないかなというふうに思っているわけです。で、私は講談の質問にお答えすると、どんなその未知のウイルスであれですね、甘く見てやっちゃ絶対ダメだと思っています。前も言いましたけども、12月の27日にアメリカの方と中国の方がこの危なさを教えてくださったんですね。で、その時はその人たちは作られたものだということで危ないっていうことを私に言ったんです。それは証明のしようがないです、今のところ。ただ武漢の研究所でそういうことが行われていて、そしてコウモリ由来のウイルスの研究がされていた、 SARS もありましたからね。で、 SARS の時もWHO の報告書を見ると、やはりそれは中国の中でさまざまなことが指摘をされていたと。そのことだけを私はファクトだけを持っています。現職の政治家なので、それがその生物兵器だなんていう気は全くありません。ただ生物兵器同等のものとみなして対応すべきだと思っています。このステルス性もそうだし、それからそのヘモグロビンを攻撃するこの攻撃性もそうだし、 T 細胞っていうその私たちの体でいうと衛兵ですね、衛兵を攻撃するなんていう、まあ、本当にそのたちの悪いウイルスだということはですね、分かってきましたんで、それと合わせて大統領のその発言を注目をしているところであります。ということは、尾身さんはじめに安倍政権お抱えの専門家はちょっと見方が甘すぎたんじゃないかと、楽観的な見方を流しすぎたんじゃないかという見方はされています。楽観的っていうか、なぜその渡航禁止をしなかったか、なぜダイヤモンドプリンセス号の人たちをあそこの横浜駅で返したのか、だからその方々がどういう見方をされているのかっていう、私評価する知見はありません。だけども現実に政策として現れたものを見ると、新型を非常にこう一般のそのインフルエンザウイルスと同じぐらいに見ていたんではないかっていう批判は当然出てくるんだろうと思います。まあ、トランプ発言の是非についてはね、今後歴史は検証してくれると思うんですよ。で、今我々は何も知りえません、事態の推移を見守るしかありません。で、それとは別に政府の対応が甘かったことは間違いないと思うんですね。課税と変わらないというような見方は当初あったと思いますけども、政府の見方が甘かったことは間違いない。それとこの生物由来兵器とは全く別の話であって、政府の認識が甘かったことは事実ですということです。どうぞ。フリーランス担当です。医療崩壊について伺います。400床未満の400ベッドですね、ベッド未満の
中小規模の病院では、中規模以下の病院では、これも医療崩壊も起きてます。私、知人とか友人に医師だとか医療スタッフがいて、私のその院内感染が起きている病院に潜ってきました。これ実際起きます。理由は、サージカルマスクとその防護服がないことです。でも、看護婦は怖いっつってます。で、いずれこれもバーンと表面化します。その時に、どう対応されますか。政治はどう対応されますか。そうですね。それは私も毎日のように悲鳴を聞いているんで、まずはその防護服をその生産をすると、これは特措法に計画であるわけです。そして備蓄しとかなきゃいけないというふうに書いてあるわけです。ところが、これだけ足りなくなった理由にはいくつも理由があると思うんですね。一つは、その感染に対するその医療現場の、その今までの備えといったものが完全ではなかったと私は思います。まあ、自分自身も感染症で、院内感染で足が不自由になりましたけども、そういうその歴史的な背景が一つある。で、そういう中に、いきなりその急に増える負荷が入ってきた。で、その負荷によって、一気にその矛盾が吹き出しているというのが今だと思うんですね。で、だとすると、もう物を揃えるしかない、人を揃えるしかない、そしてその軽症者の方をその他に移ってもらうしかない、それから今、400床以下っておっしゃいましたけれども、ある意味ではその指定感染症の病院ももういっぱいいっぱい、地方ももう溢れてき始めました。とすると、指定感染症以外の病院にも、これは非常に二次的なことなんでしょうけども、本当は二次的って言ったらいけない、本来だったらやってはならないことだろうけども、そこにもお願いをして、そして、来てるんです、たくさん。で、そこの医療スタッフは、扱い方知らないから、ここはかぶるんですよ。もう悲劇の悪循環でですよ。いやいや、ただそれはその やれるところにお願いをしているのかという問題があると思うんです、田中さん。特定の大学病院。じゃあ、やれないところにお願いしてるんですよ。やれないところ来てるんですよ、コロナが。やれないところにはお願いしちゃダメですよ。だから来てるんですよ。つまり、陰圧室が2つベッドしかないところに、10人以上 もう送り込んでいくわけですよ、肺炎患者が、もうコロナを。で、看護師たちはサージカルマスクつけなかったりしてるわけですよ。とか、防護服も。それは、医療崩壊を起こすためにやってるとしか思う。まあ、そこで行けばね。でも、名門病院で、まあ、とにかく、第一次感染症している病院じゃなかったりすると、そんなあるんですよ。もう、不十分なままで。で、それが、その、感染症、全くの普通の病院のところにも、それ回ってきてるわけです、今。それは東京ですか。東京です。東京はやっぱりその都立病院 その支援体制があまりにもお粗末だったですね。で、それとともに、そのこれは厚労省と文科省で、文科省、東京は大学病院いっぱいあるわけです。大学病院にもやはりそれなりのお願いをしないといけないというふうに思ってます。ちょっとこれ生でやってるんで、小指出したらやばいですからね。ちょっと後でお話をさせてください。どうぞ。先ほどクリームしてたんですけど、安倍さんから送られたマスクに何か虫が入ってるということは言ってました。はい。これはいつどこでですか。報道でですね。報道で。はい。それは一般的に報道されているってことですか。そうですね。あ、そうです。はい。中国は今、まあ、武漢を収まったとか言ってマスク外交やってますけど、その送ってるマスクが全然使えないと、虫が入ってるとか、そういったニュースは見たんですけども。そうですね。安倍さんが送った2枚のマスクがそういった状態であるということですか。はい。 その中に異物が混入したり虫が入ったりしてたという報道に接しました。じゃあ後で教えてください。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。